システム通信団は、東京都新宿区の市ヶ谷駐屯地に、団本部を置く陸上を自衛隊陸上総隊令下の団の一つで通信科部隊。防衛省、陸上幕僚幹部及び、陸上総隊司令部のための通信、写真を担任する部隊として、市ヶ谷駐屯地、朝霞駐屯地、栗浜駐屯地に所在し、システム、通信、ビデオ、写真、 セキュリティ等多機にわたる業務を担当する。また、団本部が所在する防衛省庁舎 B 棟には通信鉄塔がそびえ立っている。陸上自衛隊の通信課部隊において最大の規模を持ち、陸自の指揮通信中枢として全国の中東地間の通信運営に関する統制業務を担うほか、同地に所在する海上自衛隊システム通信大軍及び航空。 自衛隊航空システム通信隊、自衛隊式通信システム隊とも密接に連携し、防衛中枢の通信組織の維持運営を行っている。長らく通信団単員の制服左肩の部隊称は、防衛大臣直轄部隊の部隊称だったが、2018年のシステム通信団改編、陸上総隊に冷蔵外と同時に、システム通信団独自の部隊称が設定された。 固定通信軍固定通信軍が、越中島中東地で編成。第301写真中隊が、都島分屯地で編成。通信団システム通信団通信団が、防衛大臣直轄から、陸上総体霊下のシステム通信団へと改編。研究本部霊下のシステム開発隊を断霊下に、変合。中央野外通信軍の、 第301通信運用中隊が第301式書通信中隊に、海祖の上、朝霞駐屯地に移住。中央基地システム通信隊と第301映像写真中隊の一部を朝霞駐屯地に分派。制服左肩の手段投票式を設定。突起ないものは市ヶ谷駐屯地に所在している。ありがとうございます。